詐欺帳詐欺帳、詐欺帳、詐欺帳とは、正々月に行われる火祭りの行事。地方によって、呼び方が異なる、公実。日本全国で広く見られる種族である。1月14日の夜、または1月15日の朝に、刈り取り跡の残る田などに長い竹を34本組んで建て、そこにその年飾った角松や締め飾り、 書き染めで書いたものを持ち寄って焼く。その日で焼いた餅、三色団子、山帽子の枝に刺した団子等地域によって違いがあるを食べる。また、締め飾りなどの灰を持ち帰り、自宅の周囲に巻くとその年の山を除くと言われている。また、書き染めを焼いた時に炎が高く上がると字が上達すると言われている。道祖神の祭りとされる地域が多い。 民族学的な見地からは、角松や締め飾りによって出迎えた年神を、それらを焼くことによって、炎と共に見送る意味があるとされる。お盆にも火を燃やす習俗があるが、こちらは、先祖の霊を迎えたり、その後送り出す民間習俗が仏教と混合したものと考えられている。とんど、年徳、とんど焼き、どんど、どんど焼き、どんどん焼き、どんと焼き、 斎藤や木とも言われるが、都市徳神を祀る習わしが主体であった地域ではそう、呼ばれ、出雲方面の風習が発祥であろうと考えられている。トンドウはくちと当てて記述する文献もある。これは、燃やす際に青竹が外れることから付けられた当て字であろう。子供の祭りとされ、締め飾りなどの改修や組み立てなどを子供が行う。またそれは、 小学校などでの子供会、町内会に相当の行事として、地区ごとに開催される。地方によって焼かれるものの違いがある。九州地方では、鬼火焚き、鬼火、骨火,火、北見行、方見行、本弦行などと呼ばれ、7日、正月にあたる1月6日の夜、または1月7日の朝に行う。大々、みかんは、 代々続くようにと子孫繁栄を願ったものを燃やしやすくするために踏みつぶすことが演技上良くないとされる。実施する地域の分布図や形態については川崎市民ミュージアムに展示がある。また実施しない地域でもある特定の日にお札を焼く行事を取り行う地域がある12月29日など、近年では消防法や大応神問題で取りやめているところも 前内史日記県庁3年1月16日、1251年2月8日、つれづれ草に見られることから、鎌倉時代には行われていたらしい。期限は諸説あるが、有力なものは平安時代の宮中行事に求めるもの。当時の貴族の正月遊びに、吉祥という杖で傘を、ホッケーのように打ち合うもの、打球があり、正正月、1月15日に宮中で、 生竜殿の到底で青竹を束ねてた縦切帳三本を、ケツ、その上に、センスや短冊などを添え、恩苗誌が歌い生やしながら、これを焼いたという行事があり、その年の吉凶などを占ったとされる。すなわち、山品家などから真剣された葉竹を束ねたものを、生竜殿到底に立て、その上に、センス、短冊、天皇の吉書などを結びつけ、恩苗誌に歌い生やして焼かせ、 天覧に供された。古日重要によれば、まず上帽子、巣王を着た、恩苗子大国が、庭の中央に立って林をし、ついで上下を着た、大国二人が笹の枝に白紙を切り下げたのを持ち、立ち向かって林をし、ついで木の面をかぶった、同時一人が金銀で左巻きに描いた短い棒を、持って舞い、ついで面をかぶり赤い頭をかぶった、同時二人が大鼓を持って舞い、 ついで金の立枝星に大口ばを着て小さい加工を前にかけ、打ち鳴らしながら舞い、また半上下を着た者が増え、証拠で打ち生やす。儀長三本を結ぶことから、詐欺長と呼ばれた。これが民間に伝わり、現在の形になったとされる。世界的には、中国で旧正月に次いで、旧暦1月15日に祝う。 現象説にも関係しているという人たちもいる。現象説は現在でも夜にち灯や様々な明かりを用いて盛んに祝われている。国民の祝日の成人の日が1月15日から1月の第2月曜日に変更されたことに伴い、地域によっては詐欺庁を1月の第2日曜日、または第2月曜日に実施するところもある。福井県勝山市の勝山詐欺庁は、 毎年2月最終度、日に行われており300年以上前から続いている。色とりどりの長襦袢を着て太鼓を打ち浮かれ踊る。勝山詐欺町林と呼ばれ、浮き太鼓が特徴。岐阜県海津市今尾の詐欺町は、平成29年からは、毎年2月の第2日曜日に行われる。神奈川県大磯町の詐欺町は、国指定の重要無形民族文化財で、聖の神さん。 道祖神の日祭りとして、毎年1月14日近辺に、大磯北浜海岸で行われている。松の内、ち、1月7日が過ぎると子供たちは、正月のお飾りを集めて歩き回り、青年たちは、生徒の材料となる松や竹を調達する。ついで、町内各所に、大竹や、温部地区を建て、町内境に道切りの締めを張るほか、生の神さんのお借り屋を作り子供たちがこもる。 祭り当日、町内各所の御辺地区や、おカり屋などが片付けられ、集められたお飾りや、縁起物は浜辺に運ばれ、9つの大きな、円錐型のサイトが作られる。火が暮れると、聖の神さんの宮本や宮世話人が、その年の絵法に火をつける。この火で団子を焼いて食べると風邪を引かない、燃やしたかき染めが高く舞い上がると、腕が上がる、松の燃えさしを持ち帰って、 屋根に乗せておくと火災よけのまじないになる、などとも言われている。富山県下新川郡乳善町上野友町地区で、毎年1月15日、または15日に近い日曜日に行われる、祭の神祭りという詐欺町、日祭り行事で、子供たちが、祭の神と呼ばれる男女一体の白木できたデク人形、デクの棒を持ち、祭の神じゃ、大宮じゃ、ジージもバーバも、 ほこほこじゃ、来年向けや、十三じゃ、と歌いながら、地区内の家庭を回り、正月飾りやき染め、米、豆などを集め、日祭り会場では、竹と藁で中を部屋状にして核水に積み、集めてきた正月飾りやき染め、米、豆などを藁と共に中と周りに積み、最後に、木偶人形、デクノブを中に安置し火をつける。子供たちが、歳の神じゃ、 大見和じゃ、と何度も繰り返し歌う中、木偶人形を完全に焼きつく支配になると終了となる。2010年、平成22年3月には、友情の際の神として、国の重要向け民族文化財に指定された。島根県大田市、板ケル町大浦地区に伝承される、板伊竹の黒は、詐欺町、どんど焼きと、同種市の正々月の行事で、2005年、 平成17年2月21日に、国の重要無形民族文化財に指定された。滋賀県大見八幡市の詐欺町祭りは3月14.15日に、近い土日曜日に、担ぎ手の男性が信長の故事によって化粧し、超やれ、まっせまっせの掛け声が各実施される。この詐欺町は末奥詐欺町ではなく、三角水の松明に、出しと言われるその年の江戸にちなんだ飾り物。 五穀や海産物等すべて自然物で飾り付けるおつけ、松明の頭に12月といわれる赤い短冊をつけた5から6メートルの竹を刺して練り歩く祭礼である。地区ごとに詐欺帳を持ち、街中で詐欺帳同士が出会うとぶつけ合う喧嘩が始まる。最終日の夜には担ぎ棒を除いてすべて燃やしてしまう。国選択無形民族文化財に選択されている。 岐阜県海津市の今を、秋葉神社で2月の第2日曜日に行われる、今尾の詐欺調祭も大規模であり、岐阜県重要無形民族文化財に指定されている。多くの、どんど焼きや、詐欺町の火祭りは正正月、1月14日15日を中心に年神を送る火祭りとして、正月飾り等を一定の地に積み、 それを炊き上げる方式をとっているが、今尾の詐欺町は13の町内ごとに作成した青竹の作り物、竹をみこし、または、詐欺町というお化粧をした和歌手が、各町内より秋葉神社までないだり、引いたり、釣り込みして奉納し、その竹みこしを炊き上げるという特色のある神事で、全国唯一の方式で行っている。詐欺町の大きさは、 大人用みこしで直径2メートル、高さ5メートル、重さ1.5トンぐらいあると言われている。昭和55年1980年に岐阜県の重要無形民族文化財に指定された。五十音順富山県富波地方で同様のかごめかごめと類似した旋律で標識で調子を取り歌う。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。